曜日中のトヨタ店さんの昭和サイズが23センチです。お願いします。はい、23センチ昭和です。はい、ちょっと麻酔がよく効いてます。非常にあのポタポタ模様ですが、墨の模様が非常にあのよく出ていて、非常にあの壺に墨の入った、墨模様のいい鯉です。少しあのもうちょっとこの墨が締まってきて頭の火が出てくると非常にあの、バランスのいい鯉になってくると思います。はい、特徴的な模様が目に留まる声ですね。はい、お疲れ様です。本当にこの胴の長いところが、体の作りがいい感じがあります。そして、はい、太鼓の方もあるので、肉もよくつくと思います。そしてこの特徴的な模様、はい、はい、なかなかね、この白地に墨がこう入る鯉も珍しいと思います。だいぶ模様も出来上がってますよね。あ、墨の模様、はい、はい、どうでしょうか。好きな方は好きかもしれないですね、こうね。まあ本当にね、この墨がね、まあ東西だからまあだけど、だんだんこう締まってきてこの紅が出てくると、多分この品評会でも十分入る模様だと思います。はい、これは墨模様が入る鯉なので、将来楽しみじゃないでしょうか。はい、はい、こちら大日曜以上トヨタ店さんの昭和サイズが23センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。